太扯了吧。なんとも言えないけど、でもかなりですよね、もう2倍3倍じゃなくてもっとダーンと増えたような気がしますね。とにかくなんか日本もまたジバッと増えてる感じがしますので、やっぱりもう少しですね、このマスクとか手を洗うとかまだ気をつけた方がいいんじゃないかなって。もう欧米はそんなこと気にしてないみたいですけれども、ちょっとまだ日本増えてる感じなので、もう少し気をつけた方がいいような気がしますね。先週の土曜日からやはり土曜日日曜日と増えて、で解禁になってからもう本当に少しずつ増えるのかなと思ったら、もう外国の方もこういう感じで急激に増えましたね。3月の21日から日本、まあ、解禁になって、コロナの規制が解けたんですけど、それから少しこう人が増えたんですけれども、6月の初めからやはり急にまた規制がかかってしまったので、もうずっとこう下降線をたどってたんです。でやはりもう世界の情勢が皆さんこう解禁になって結構もうフリーになっているところで、日本がすごくこう遅く解禁になってしまったので、どうしてもやはり皆さんこう日本に見えてなかったんですね。でやはり日本の経済も本当に多分どん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 下降線をたどっていったんですけど、やはり解禁になってから本当に急にこう右肩上がりに人が急に増えましたね。すごく嬉しいです。もう本当に浅草はコロナになる前は本当に7割くらいは海外の方がこう来てたんですね。こうで本当にいつも賑わってたんですけれども、やはりコロナになってから本当にここの通りが誰も歩いてないような時もあったわけですよね。でそういう時から考えると、本当にこうやってたくさんの人が来ていただくことってすごく嬉しいことで、本当にやっとここの時間がかかってしまったなという感じですね。你们是什么时候来的？我们刚刚到。昨天规划好。昨天规划这么拼，订得到机票。快三年了，两点半，所以我们今天来的时候特别兴奋。好像店倒了蛮多的耶，譬如说我们经过的店，它竟然是没有开的这样。从机场到来这边，你们会不会有觉得什么不方便的地方？有吗？就是在通关的时候，因为它多了一个 My SOS 系统。会比较麻烦一点。在台湾已经申请，但是人很多。对，但是因为我们还带了一个小孩，他没办法用自己的，他必须跟着我们，所以那个时间点会牵的比较，时间会拉的比较长。但是他们第一次来东京，有没有很兴奋？有。那弟弟呢？你们很兴奋？还好一点点。那我想问一下，就是你们就是在疫情上的话，就是防疫上，你们觉得日本跟台湾有差距吗？不一样，不习惯的地方。现在的感觉是一样的，因为你看在大街上，大家还是戴着口罩，在公车上，或者是说在地铁、机场，都还是戴口罩。